夏は茨城いちごの贅沢パフェです。甘くて美味しくてイガッペよといただきました。イガッペなイガッペよ、美味しそう。これは何ですか、いちご、茨城産のいちごっていうことですね。いいな。でも分かります、最近も私アイスクリームとかソフトクリーム食べたくなってついついコンビニ行っちゃうんですよね。コンビニも昔よく売られていた、何でしょう、パカッと開けてこんなアイスクリームが売っている、分かりますか、あれ最近見かけないんですけれども、あったりします？ないですよね。私が10代の頃はこんな風に渦を巻いたソフトクリームが売られていたんですよ。本当に何で笑うんですかスタッフさん。渦を巻いていたソフトクリームがコンビニの、冷凍庫にあったんですよ。であれをピアノの終わった後食べるのがすごく好きだったんですけど、ふとそれを思い出して、昨日コンビニ行ったんですけど売ってなくて、え、あります、私のコンビニだけなんでしょうか。欲しいんですよね。スーパーにあります？あ、スーパーに行けばあるんですかね。私はもう今日それもね欲していてしょうがないです。これだけ気温が高いですので。あ、まだありますか。え、私の目が不思議なったってことですかね。普通に売ってる？あ、本当ですか、わかりました。そうです、コーンのものもあります。蓋開けるタイプ、そうです、そうです。え、じゃあちょっと今度見つけてみたいと思います。ありがとうございます。美味しいアイスクリームのリポートまでいただきました。さあ、ここまでですね、リポートをお送りして